はい、ありがとうございます。資源エネルギー庁の考え方は、今、金城課長から話があったとおりです。この考え方からいたしますとですね、令和2年7月29日の原子力規制委員会の見解としてまとめた、運転期間は意見を申し述べることがべき事柄ではなくという、考え方に基づきますと、資源エネルギー庁の運転期間に対する考え方からすると、我々原子力規制委員会は60年以上のタイミングまで安全規制を行う必要があり、原子炉等規制法の改正を行わなければ安全規制ができなくなる可能性があると私自身は考えます。2年前の原子力規制委員会の見解も、10年間のさまざまな積み重ねの結果だと考えております。最初の5年の間は運転延長の制度を設計して、実際に4基の原子炉の審査を行って、技術的な検討を経て認可をいたしました。5年前から運転期間についてどうあるべきかというのを議論をしてまいりました。高経年化に伴う劣化というのは一律ではなくて、個々の原子力発電所で確認していくべきものであると考えられます。これはすでに委員会で見解として申し述べてきたことと変わらない事柄ですが、私もそのように考えます。科学的に原子力発電所の寿命が一義的に決められるというものではない以上、一定期間ごとに劣化の程度を個別に確認していくことが必要であるというふうに考えます。また新しい知見がなければ原子炉等規制法を改正できないというものではなく、例えば新検査制度の導入などはその一例かと思います。ここで先生方の運転期間に対するさまざまなお考えあろうかと思いますけれども、ご心情抜きで技術的な議論を行いたいと思いますので、それぞれの意見から委員からご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。まず今日の資料について一つ申し述べたいんですが、今委員長も引用されたこの令和2年7月29日のこの参考1となっている今日の文書ですが、これはどういう文書かということなんですけれども、ここに書いてある表題はですね、運転期間延長認可の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解という文書であります。でその1項目目に書いてある、いわゆるその原子力利用の推進の機能に該当するものであって原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないというようなことはですね、これはもっと大きなことでありまして、この延長認可の審査とそれから発電用原子炉施設の経年劣化との関係というこの特定の課題に関することではちょっとないように思うんですね。でそもそもこの文章はどういう場で出てきた文章かと言いますと、これはですね、令和2年度の第18回原子力規制委員会の議題の5であります。議題の5、この時は5つしか議題がなくて、これ最後の議題、普通まあ最後の議題というのはですね、大体報告とかそういうことが多いわけですけれども、どういう題名の議題だったかと言いますと、経年劣化管理に関わるアテナ、これは原子力エネルギー協会ですか、事業者団体ですね、アテナとの実務レベルの技術的意見交換会の結果を踏まえた原子力規制委員会の見解括弧案についてという議題の中でこの文書が出てきました。ですからこれは当然この6回行われたこのアテナとの実務レベルのですね、この技術的意見交換会の内容を踏まえた文書になっているはずであると思います。で実際そういうこのアテナとの懇談、意見交換をですね踏まえた内容も当然盛り込まれておりますが、この原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないというこの部分に関する議論はですね、
6回の議事録を私全部検索しましたが、こういう議論が行われた形跡はありません。これはですから、そのこの文章がこの文章のですね、この部分がですね、どういう経緯でここに盛り込まれたのか、私は非常に疑問に思っております。で、この文章は昨年の9月末以来何回も何回もこの場に出てきているわけですけれども、この文章はですね、特にこの原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないということについて、原子力規制委員会がその当時よく議論をしてこれを決めたかというと、私はそうではなかったのではないかというふうに思います。これは杉山委員以外の委員は皆さんここにいらっしゃったわけですから、ちなみにですね、この文章、この参考1のこの文章の一部でもご執筆なさったか委員の方いらっしゃいますか。誰も執筆してないんですよね。ということは、つまりこれは老田委員長か、あるいは規制庁の誰かが執筆をした文章です。私はそのこの文章を あたかも金閣玉城のようにですね、この使ってですね、これは原子力規制委員会が関わるべき事柄ではないということが、原子力規制委員会の全体の意思として確固として決定されたというものでは私はないのではないかというふうに考えるんですけど、皆様の見解はいかがでしょうか。少なくとも私の見解を述べさせていただきますと、私自身も出席をさせていただいてましたし、前委員長も出席をさせていただいた CNO との会合、これも3回この5年間で行われておりますし、その中でも運転期間というのはどう考えるべきものであるのか、あるいはその運転停止期間というのをどう考えたらいいのかということについては議論をさせていただきました。したがいまして、運転期間そのものについてはどう考えるべきなのかということ、確かに石渡委員ご指摘のように、タイトルといわゆる提案の1から6まで、6ポツまでございますけれども、非常にさまざまな内容が盛り込まれております。運転停止期間についても劣化が進むものであるという、そういう見解もまとめられておりますし、六ポツについては運転期間そのものについては政策的に判断すべき事柄であって、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないという、そういう事項も含まれております。これは少なくともさまざまな場での意見交換も含めて、委員も出席し、委員長も前委員長も出席した場で議論がなされたことをまとめた資料であるというふうに思っております。私の見解はそういう見解でございますし、それぞれの委員のご見解を改めて確認をさせていただきたいと思います。9月26日に就任をさせていただいて、私が就任した段階で改めて本件については杉山委員が参加されておりましたので、委員会の場でこの見解についてどうですかということは一度お諮りはさせていただいたとは思うんですけれども、改めて個別に委員の先生方のご意見は聞いてみたいというふうに思います。いかがでしょうか。